帰ってきたという感じで、うん、ファンの人のファンの方の声援も嬉しかったし、まあ、その中でね、まあ、いいところも出たし、うん、まあ、あの3つは非常に良かったし、チーム的にもそうと思うし、いいショットも出てきてると思うし、そういう意味では、まあ、その数字には、ね、あまりこだわらず、その中でも実は少しずつやっていきたいなと思うし、どうなんですかね、まあ、何を、ね、して引っ張ってるかってちょっと難しいんですけど、まあね、自分のこのできることをしっかりやって、うん、まあ、若い選手も多いんでね、まあ、その中の輪に入って、一緒では明るくしていきたいなと思います。はい、バントしてきなさいよ、早く。今日の朝飯何ですか？今日の朝飯は、何やこれ。今ですね、肘さん選手が質問してます。ゼリーか。ゼリーを食べてますよ、ね。はい、もう一度、はい、今日はやはり稲葉選手。マモミっていうのはね、やっぱりそのやってる間っていうのはなかなか難しいんですけど、やっぱ一桁ぐらいになってきてからですよね。その前まではあんまり意識はしないんですけど、一桁になってきた時っていうのは2000本っていうのやたら意識僕はしだしたんで、それでやっぱりもう早く当然ヒットが欲しいし、早くね、達成したいという気持ちがやっぱり強いんで、その中でやっぱりどうしても自分のバッティングっていうのも自分の中では見失ったと思うし、非常にね、何でもしたい気持ちが非常に強かったんですけど、まあ、稲葉さんの場合はね、当然子供もそうですし、彼が見てるとね、一桁になってからも非常にもう来たのかっていうね、その中でやっぱりその凄さというか、うん、やっぱりね、ちゃんと持ってる人は、ね、そういうの関係なしにっていうのかなっていうね、うん、そういう感じがしますし、そして非常にこの、まあ、ゴールデンウィークに入っていく中で、9連戦といっても、まあ、一試合一試合しっかり大事に戦っていきたいと思うし、ゴールデン期間中は、まあ、家族の方、小さい子供も、多く球場の方に来ていただけると思っています。まあ、その中で最高のプレーを見せれるように、一試合一試合大事に戦っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。